岡村元春は、日本の海軍軍人。海軍兵学校第50期卒業。最終階級は、海軍大佐。1901年高知県秋郡井ノ口村の河原吹職人の父、岡村熊之助のもとに生まれる。兄に、岡村特長、妹、聖子の夫に、江草隆重がいる。1922年6月1日海軍兵学校50期を卒業。 第13期飛行学生を戦闘機搭乗員として卒業。1928年報奨勤務時、新部坂を歌詞される。飛行学生17期の出身で、3式艦上戦闘機搭乗以来の長いキャリアを持つ戦闘機搭乗員で、特に変態飛行の名手であり、横須賀航空隊分隊長時代、戦闘機の特殊変態飛行の講演を行って、 岡村サーカスの名前で知られた。1933年5月、固定獣空中射撃教育法に、周期の研究で、恩師見学資金を受賞する。1934年6月11日、三菱七艦壇戦闘機2号機の試験飛行中、水平切りもみ状態となって落下山で降下したが、左手の中指、薬指、小指の三本根元から切断してしまった。 岡村はその事故で、見舞金600円を受けたが、傷が感知すると実験の関係者を呼んで、連日横須賀の料亭で祝杯をあげ、その600円を使い果たした上に200円の借金まで作るほど、実験の関係者に対して気を配ったという。牧聖一は岡村について、身長は160センチ、52から53キロの小体ではあるが、とさっこらしく、 合法来楽な反面、案外細かいところに気を配る、情熱家であった、戦後出版された何かの本で、岡村氏は、これがため、飛行機の操縦は不可能となり、以来陸上勤務なったと読んだことはあるが、操縦はできたのである。ただ、スロットルレバーの操作はやや不自由であったようであると、話している。1935年、予告で、 戦闘機無用論を指示して意見書を提出した。1937年8月、日中戦争勃発。第12航空隊で飛行隊長を務める。1939年11月、中佐。1941年12月、太平洋戦争勃発。1942年10月5日、第3航空隊司令。1942年11月1日。 三空の解消に伴い、第202海軍航空隊司令。1943年9月15日、第502海軍航空隊司令。1944年2月15日、神の池航空隊司令。1944年5月1日退散。1944年5月2日、第341航空隊司令。 マリアナオキ海戦敗北後の1944年6月19日、岡村は第2航空艦隊司令長官、福留茂中将と参謀長、杉本教え大佐に、先制協に至っては、選挙区を打開する方策は、飛行機の体当たり以外にはないと信ずる。体当たり志願者は、兵学校出身者でも、学徒出身者でも、飛行予科練習生出身者でも、いくらでもいる。 隊長は自分がやる300機を与えられれば必ず先生を転換させてみせると意見無心した。数日後、福留は上京して岡村の上進を軍令部次長伊藤誠一中将に伝えるとともに中央における研究を進言した。伊藤は総長への本件報告と中央における研究を約束したがまだ体当たり攻撃を命ずる時期ではないという考えを述べた。 また、6月27日岡村は252空司令、船木忠夫と共に、軍事省航空兵器総局総務局長、大西滝次郎中将に対しても、航空特攻部隊の構想を話し、特攻に適した飛行機の開発を要望した。桑原虎尾中将によれば、大成君は岡村大佐らの検索を指示し、島田軍令部総長に、 ぜひとも採用しなさいと進言しておった。が、軍令部はなかなか採用しなかったという。サイパンが陥落した後に、岡村は、牧聖一に B29 への体当たり戦法の訓練も相談している。岡村は、軍令部に、大田昭一と組む昇意発案の特攻兵器王家を使いたいと要望して、8月王家の開発が始まった。 1944年9月15日王家部隊の編成準備委員長に就任する。1944年10月1日、特攻兵器王家の専門部隊である第721海軍航空隊司令に着任。神々なり部隊は岡村司令の命名である。由来は疾風人来の音を取った。岡村は志願者を八の大軍と呼んで、 八は一度相手を刺したら死ぬと言っていた。岡村は隊員に気を使い、出撃までは隊員の自由に過ごさせていた。また、当時貴重だった砂糖が手に入ると、全財を作って隊員に振る舞っている。岡村の放任主義を見かねた、中島正から721空の日常規律の乱れを指摘された岡村は、当吉ではこれでよい。部下を信じている。 私の指導式は間違っていない。いざという時は全体委員黙って命令に従って取ってくれる。と答え委員に返さなかった。登場員は夜間訓練を受けていないため、岡村は黎明攻撃を考えており、風向、風速、判定方法、広報教育も指導していた。岡村は他の隊でやっているような爆撃の固いましめはしない、別々に話し、 貫通によって、効果を大きくする。直前で話せ、遠くでも話せ、敵に捕まったら捨てて、空戦をしろ。死ぬことが目的ではない。戦果を上げるために何回でも行ってもらうと爆撃戦の指導を行った。1945年3月21日第一神風大岡特別攻撃隊出撃。出撃前に、岡村元春大佐は援護の戦闘機が、整備不良で、 少ないことから、実施延期を第5航空艦隊司令部に上申した。しかし、司令長官、うがきまとい中将は、今の状況で使わなければ使う時がないよと言って、出撃を断行した。命令を受けた岡村は、第1回目の大川大使機関に決定していた、野中五郎少佐を呼ぶと、岡村大佐は、おい、今日は、俺が行くぞと交代を申し出た。野中は、その、 岡村の言葉で援護戦闘機が少ないことを察して、もう一度言ってください。何と言いましたか、お断りします。指令、そんなに私が信用できませんか今日だけは、いかに指令の王星でも、私はごめんこうむりますと感情を爆破させて激しく、交代を拒否した。野中が一度言い出したら後には引かないと、岡村は、よく知っていたので、野中を見つめたまま立ち尽くしたが、 結局そのまま野中が出撃した。大川は募金ごと撃墜され、戦果はなかった。岡村は代わりに出撃しなかったことをずっと悔いており、この話をするたびに目は涙で一杯であったという。岡村は、その一回目の貴重な犠牲を糧に、二回目以降の大家作戦は、白昼堂々と大変態を組んで出撃すれば、野中隊の二の舞になるとの分析をし、大家作戦は、 少数期による夜間攻撃を軸とすることとしたため、アメリカ軍の迎撃をかいくぐって、戦果を上げる桜花も少なからず出るようになった。岡村は、大岡の胴体内に燃料体育増設を行い、ロケットで敵戦闘機を振り切る構想を持っていたが、1945年4月前後の実験で、ロケット装備に効果がないと判断している。 大川は軍事機密扱いで日本国民にその存在を隠されていたが1945年5月28日に機密扱いが解除された。NHK は6月13日より数日間に渡って神雷大川部隊の隊員らの様子を伝えるラジオ放送を全国に流したがその際に報道範囲で岡村と同じ宿舎に寝泊まりして取材を続けていた作家 山岡総八が司会や解説をしている。山岡は取材を終えて東京に帰る時に司令の岡村に挨拶に行ったが岡村は第1回目の出撃で戦死した野中の遺廃に備えていたウイスキーの角瓶や果物の缶詰といった当時では貴重だった大量のお供え物を東京も焼け野原と聞いている。家族は困っているでしょう。せめて これをリュックに入れて行ってあげなさいと渡している。本土決戦に備えて、第5航空艦隊がカノヤから大分へ移動したことに、伴い、721空も7月末より、爆戦隊をカノヤ、富高、松山、観音寺へ分散させた。岡村司令も8月初旬に、中島第8隊の操縦する霊式連戦で、松山基地へ移動した。八月十五日、 終戦の招直が間髪されたが、終戦に納得できない岡村は、松山から自ら航空機を操縦して、大分に飛び、第5航空艦隊司令部に抜刀戦ばかりの勢いで乗り込んでいる。翌16日、第5航空艦隊司令部で、海軍総体参謀副長菊池長さんから聖子が伝えられるが、岡村、源田見343空司令。 江野尾義夫701空指令は納得せず、17日、横須賀、軍令部へ行き軍令部部長、富岡貞俊少将から説明を受けた。この時、富岡貞俊は、岡村と源田に、有事の際に皇族をかくまう、皇統古事作戦を命令する。岡村と現田で別々に人員を選抜し拠点の構成を行うように指示された。岡村のラインは、 ユノカは森政に15名を選抜し拠点を持つように依頼するが、ユノカは自信が持てず辞退している。松山基地へ戻った岡村司令はすべては歴史であると述べ、重要書類を廃棄し、8月21日に退院を一時帰郷させた後、自らは広島県福山市に疎開をしていた祭司のもとへ赴もむいた。8月末から9月初旬に復帰命令が出された。 あとは、松山基地で、残務整理に従事した後、終戦時に受水自殺をした、加藤秀吉大佐の後任として、故郷の高知空指令に補いされて、残務整理に従事した。1948年7月13日、GHQ の召喚を受けて上京する際に、鉄道自殺をした。遺書は残しておらず動機は不明であるが、 南方の202空司令時代に部下が行った、捕虜虐待の証言を避けるためだったという意見や、厚生省、第二福音省での福音業務が一段落ち着くと、周囲から見ても肩の人が降りたように見えたとのことや、戦中常々、お前たちだけを行かせやしない。俺も必ず行くと言っていたこと、自ら特攻の発想を思いついた341、空のあった千葉で自殺を遂げていることから、 心中期するものがあったのではないかという意見もある。また、福音局に勤務していたため、その土を使って、鹿児島の鹿の屋や船を借りて、南海の島を特攻隊員の異例巡りしていたことも判明している。岡村の自殺を知った元神雷部隊の隊員であった、林藤尾は、今死んで何になるんだ 我々がやらなきゃいけないことは生きて伝えることだろうと感想を抱いたという、ありがとうございます。